すやすや、すやすや、すやすや、すやすや。うっうん、キツネさん、むにゃむにゃ。ん？何か呼んだかしら、たぬきさん。か、か、か、か。かゆいかゆいかゆい。なんか体がかゆいんですけど。かゆいって、まだ蚊とかも出てないし、気のせいじゃないの。いや、どこかわからないけど、なんかムズムズして寝られないんだよ。布団も洗ってるし、ダニとかじゃないはずだけど、もしかして。というわけで今回は、スーパー南京虫の恐ろしさについて紹介するわ。スーパー、南京虫？最近巷でまた流行し始めている、かゆみを引き起こす小さな虫で、正式名称をトコジラミと言うんだけど、一時期は数が減っていたものの、ここ数十年で再び数が激増していて、旅行客や観光客の増加に伴って被害が続出していると話題になっているわ。今回はそんな、身近に潜む危険なスーパー南京虫こと、トコジラミの恐ろしさと対策方法について紹介していくわ。トコジラミの成虫は5から7ミリととても小さく、幼虫と成虫はほぼ同じ形をしており、名前にシラミとついているけど、シラミの仲間ではなく、カメムシ目トコジラミ科に分類されており、体色は、吸血前は薄黄色からやや赤褐色で、トコジラミの仲間は血を吸うという特徴があるわ。それは厄介な虫の予感。トコジラミは成虫になるまで40日前後、寿命は1年程度で、この間は血を吸いながら生活し、絶食状態でも数ヶ月生き延びる生命力を持っているわ。なかなかの生命力である。吸血性の寄生昆虫で、別名、南京虫、ユカムシとも呼ばれているんだけど、南京虫の由来は、南京虫が日本から海外へ持ち込まれた当時、海外から持ち込まれた珍しいものに南京〇〇、例えば、南京錠、南京豆などと名前をつけて呼んでいたことから、突如として町に広がった見慣れぬ虫を南京虫と呼び意味嫌うようになったそうよ。そういえば南京って、中国の方になかった。そっちからやってきた虫なのかな？と思われがちなんだけど、それは風評被害。トコジラミは、1861から1864年の文久年間に、オランダから購入した古い船に潜んでいた個体が、荷物と一緒に日本国内に持ち込まれて全国へと拡散し、定着したのが始まりなんだけど、南京という言葉が、本来の、海外からやってきた珍しいものという意味から、中国江蘇省の南京市から持ち込まれたものと誤解されることが多くなり、南京虫が南京から持ち込まれたものだと、差別的な勘違いを避けるために、現在の標準和名であるトコジラミへと変更された経緯があるわ。それは何も知らない人が勘違いしそうだよね。多くのトコジラミは、鳥類やコウモリ類を宿主とする寄生昆虫なんだけど、熱帯トコジラミの実が、人を吸血源とし、いろいろな場面で厄介者扱いされているわ。彼らは、アメリカオレゴン州南部の洞窟で、5100年から1万1000年前の化石から禁煙種が見つかっており、数千年前に、ヨーロッパ、アジア、アフリカに生息地を拡大し、江戸時代に日本へやってきたわ。ふむふむ。神戸港付近で多く発生していたとみられ、数十年で爆発的に全国へと広まり、1878年に大日本帝国を訪れた大英帝国の旅行家、イザベラ・バードは、自身の著書日本奥地紀行の中で、行く先々の宿で、トコジラミの被害に遭ったことを記述しており、第二次世界大戦後も清掃の行き届いてない宿や古い木造住宅、ガスホテルや留置所などで大量発生し、かの有名な推理小説家、江戸川乱歩も上京後住み込みで働いた工場の寮で、トコジラミの被害に悩まされていたわ。なんだか親近感湧いてくるな。でも、血を吸われるって蚊に刺されて痒くなる程度のものじゃないの？もしトコジラミに刺されると、赤い発疹が出て、1から2週間の痒みが続くんだけど、英名でベッドバグと名付けられているように、人間の寝床に多く潜んでおり、寝ている間に肌が露出した、腕や手首、足首などを刺してくる特徴があるわ。蚊もトコジラミも、刺した際に注入される唾液のアレルギー反応で痒くなるんだけど、その痒みの強さは蚊と比較にならず、繰り返し刺されると、抗体反応から強い痒みが生じ、深刻なものでは、不眠症や神経障害などの症状に悩まされることもあり、患部が気になってかきむしってしまうと、飛び火して二次感染する恐れもあるのよ。眠れなくなるほど痒いのはしんどすぎる。そんなトコジラミは、さっきも言った通り、江戸時代に船に紛れて日本にやってきて、全国の屋内に生息し、人や物にくっついて産卵して生息域を拡大し続けたものの、
来週被害に悩まされていた日本人も無抵抗ではなく、いろりで火箸の先端を焼いて畳の縁に差し込んで焼き殺したり、煙で住居をいぶしたりと、生活の知恵によりトカジラミを効率的に駆除していたわ。おばあちゃんの知恵袋的な。また戦後は有機塩素系の DDT や有機リン系のスミチオンなど強力な殺虫剤が導入されたことと、衛生環境の改善により1970年代には日本国内からほぼ根絶されたのよ。え、ってことはもう日本にいないんじゃ。ところがどっこい、いつの時代も人の行き来するところにトコジラミは現れるもの。2004年以降になると外国人観光客に人気の温泉旅館など東北地方の宿泊施設を中心にトコジラミが再び姿を現し、翌年に被害件数は倍増。彼らは不衛生な環境に発生すると思われがちだけど、繁殖に清潔さは全く関係なく、16から36度の暖かく隙間のあるトコジラミにとって快適な環境があればあっという間に増えてしまうわ。全国各地の観光地、オフィス街、繁華街、公共交通機関などあらゆる場所に潜伏しており、旅館に泊まらずとも移動の際に立ち寄ったお店で偶然荷物に付着したり、ポケットに潜り込んだり、時には靴紐を伝って靴の中に入り込んだりと、様々な接点で自宅に持ち帰ってしまうのよ。う、小さいから絶対気づかないやつじゃん。小さいゆえに早期発見が困難で、繁殖を許してしまうのが厄介なのもあるんだけど、一般的な夜行性昆虫と違い、深夜徘徊するという特徴があり、主な活動時間が深夜の2から3時という、人間が寝静まった時間帯を狙ってチクリと刺してくるため、一度持ち込んでしまうとなかなか気づけず、知らぬ間に増えてしまうのよ。そんな厄介さで2005年には、中部、山陰、四国地方と拡大。2007年には、都市部のビジネスホテルからも発生し、2010年以降はとうとう、一般住宅や飲食店にもトコジラミが出現するようになったのよ。せっかく撲滅できたと思ったのに最悪じゃん。早く殺虫剤でまた撲滅しなきゃ。そう、人類には、英知の結晶である化学兵器、殺虫剤があるものの、70年代以前とは打って変わって、トコジラミに全く通用しなくなっていたのよ。なんですと？かつてのトコジラミたちは殺虫剤に対する耐性を持っていないため、ほぼ死滅したものの、1980から1988年のイラン・イラク戦争当時にアメリカ本土に帰還した兵士が、中東諸国に生息していたトコジラミを持ち帰り、それらを駆除するため、ピレスロイド系の強力な殺虫剤を使用したものの、一部の個体が生き残り、その子孫が殺虫剤に対する強力な耐性能力を獲得し、アメリカ全土そして世界へと拡散。こうした薬剤抵抗能力を持った個体はスーパートコジラミと呼ばれるようになり、過去の害虫とされた虫が数十年の時を経てスーパー化して日本に再上陸してきたのよ。この前動画で紹介したスーパーラットと同じ展開じゃん。こうした問題は都市部に生息するゴキブリやネズミでも確認されており、人間が強力な薬剤で駆除し続けた結果、強力な耐性能力を持った個体を厳選することになってしまったのよ。こうなるともはやイタチごっこで、いくら強い殺虫剤を開発してもキリがないわ。トコジラミに刺されると皮膚が赤くなり、強い痒みを伴うんだけど、刺された時の症状は多種多様で、初回は無反応で、発疹も痒みもないこともあるわ。皮膚科を受診しても、爪谷口症や猫の耳師匠と誤診されることもしばしばあり、その診断は難しいそうよ。他のダニ類やシラミ類と違って、彼らは、肌が露出した箇所を刺すという特徴があり、3回以上吸血されることで、ようやく、人の体内に抗体が作られて、トコジラミの吸血に皮膚が反応するようになるのよ。うわ、初回と複数回で全然様子が違うじゃん。しかし、トコジラミ1匹だけに刺されるというケースはほとんどないため、一晩で無数のトコジラミにあちこち刺され、全身に赤い斑点が一気にできることもあるわ。ただし、このアレルギー反応には、個人差が非常に大きく、直径2センチほどの赤まだらと水泡を伴って膨れる重い発疹の出る人もいれば、猫の目のように小さく鬱血した発疹の出る人、爪谷のように小さくポツポツと薄赤色の発疹が出る人、蚊のようにぷくっと膨らむ人、何の症状も出ない人など実に様々だそうよ。また、吸血被害が長期にわたると、アレルギー反応は次第に早く現れるようになり、初期は4から5日後から発疹とかゆみが現れるんだけど、徐々に2から3日後、12時間から1日後、吸血直後へと移行し、吸血被害が日常的になると、トコジラミの吸血をリアルタイムに気づくほどになるわ。ブル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 。
もし刺されたらどうしたらいいの？トコジラミは吸血性の昆虫だけど、幸い感染症などを広げないから、市販のかゆみ止めを塗って、それでもかゆみが収まらなければ皮膚科を受診すること。部屋で発生したら徹底的に駆除し、プロの専門家に頼むことも検討しましょうね。ちなみに完璧に駆除するなら、一部屋平均10万円ほどかかるそうよ。保健所に寄せられるトコジラミの相談件数は、近年再び増加傾向にあり。例えば、東京都では、2005年度に26件だった相談が、2019年度には458件になり、ここ数日ネット上でも、被害報告の投稿が注目を集めるなど関心が高まっているわ。一体どこら辺に隠れてるんだろう。トコジラミは、部屋の隙間、荷物の隙間、布団の隙間など、あらゆる隙間に隠れているわ。例えば、枕カバーの折り込みの間やベッドシーツの縫い目に隠れたり、リュックの肩紐同士の隙間、チャック横の隙間にも隠れているわ。こんなところ絶対見落とすやつじゃん。シーツや部屋の隅っこにこんな黒い斑点があれば、トコジラミが高確率で生息しているわね。これは何なの？これは血糞というトコジラミが吸血した後の糞で、どこかに潜んでいるサイン。赤黒い血痕のようにも見えるから、どこか怪我をしたんじゃないかと勘違いする人もいるけど、間違いなくどこかに彼らが隠れているから、必ず見つけ出すようにした方がいいわ。ちなみに、SNS でもトコジラミに関するツイートがいくつか話題になっていて。マジか。トコジラミが日本で定着しつつあるというのは他の人の投稿で見てたけど、どうやらマジっぽい。米国では部屋を借りるときにベッドバグがいないことを、親が担保する儀式があるぐらい辛いやつなんですよ。早めに鎮圧しないと米国みたいなことになる。寄生虫の研究をするようになってから、出張先の宿でのトコジラミにはかなり気をつけている。部屋に着いたらまず布団枕などをめくり、壁の隙間や家電の裏にライトを当てて本体や血粉のシミがないか確認している。それでも不安な時は電気をつけて寝る。荷物は直置きせずビニール袋に入れる。と、早めの対策が肝心だと注意喚起されているわね。それで、もしトコジラミを家で見つけた場合、どうすればいいの？かつての通常モードのトコジラミであれば、一般家庭でも防げたんだけど、スーパー化するとほぼ素人の手に負えないわ。トコジラミ用の駆除製品も出しているアース製薬の公式サイトによると、スーパートコジラミは無吸血でも、2から3ヶ月は生存が可能で、生涯産卵数は200から500個に上るとされているわ。主な発生時期は6から9月なんだけど、暖房が完備された日本の室内では一年中生息が可能で、うっかり家に持ち帰ってしまうことを避けたい害虫と、強く注意喚起しているわ。ふむふむ。東京都の福祉保健局もスーパートコジラミの脅威について、被害の拡大を防ぐため早急に駆除する必要があります。家庭での対策だけで駆除することは困難です。困難って断言するレベルなの？それじゃあ家に持ち帰ってしまったら一発アウトじゃん。専門家に頼むのが一番だけど、まあお金がいくらあっても足りないわね。アース製薬の担当者は、実際に旅行先などから家に持ち帰ってしまった場合、どうするべきか回答しているわ。トコジラミは飛ぶことができず、お腹をこすりつけて歩き回ります。見つけたトコジラミを駆除する場合は、有効成分を含んだマイクロパウダー入りの駆除剤を床に巻いておくことで、マイクロパウダーがトコジラミの体に密着し、効果的に駆除することができます。さらに、トコジラミの被害を見つけたら、部屋の隅、天井部分、や押し入れの奥、ベッドの下などの潜み場所になりそうな、狭い隙間にスプレーすることで予防ができます。隠れているトコジラミを駆除したい方は、燻煙剤がおすすめです。また、虫除け剤を肌にムラなく塗布することで、トコジラミに刺されることを防ぐこともできます。いろいろと対策方法はあるんだね。近年発生しているスーパートコジラミに関しては、薬剤に強い抵抗性があるトコジラミは、旧来のトコジラミと比較すると1000倍以上の薬剤抵抗性を持つと言われています。1000倍？ジャンプ漫画並みのインフレじゃん。当社の製品であれば、従来の有効成分が効きにくい抵抗性ゴキブリやトコジラミまでしっかり駆除できる燻煙剤、ゼロのナイト G ゴキブリ用、おすすめします。スーパートコジラミは、ピレスロイド系の殺虫成分に耐性があると言われているため、それ以外の殺虫剤であれば有効に働くと言われているわ。なるほどな。ちなみに、小さなお子さんがいる家庭では殺虫剤を使いたくないという人もいると思うけど、一般的な家庭でも簡単にできる。スーパートコジラミの駆除方法も存在するわ。おお、それはズバリ、掃除機で吸い込む方法よ。へ。
これは、株式会社ダスキンの田中豊和氏、田中俊義氏の研究によって判明したんだけど、掃除機でトコジラミを吸引後、成虫は8日間で、幼虫は1日以内で全て死滅したそうよ。死因は物理的な衝撃で、殺虫剤への耐性は関係ないそうだわ。やはり物理は全てを解決する？一度発生するとなかなか厄介なトコジラミ、スーパー南京虫はどうだったかしら？布団には、ダニとか痒くなる原因の生き物がいるのはなんとなく知ってたけど、こうやって実物を見て学ぶと、しっかり対策しようって思うよね。ちなみに、宿泊先などの出先で見つけた場合、その場で駆除するのは難しいし、部屋を変えてもらっても、管理不足でその部屋にも発生している可能性があるから。その時は肌の露出を隠し、部屋の明かりをつけたまま寝れば身を守れるわよ。部屋の明かりをつけたまま？トコジラミは、深夜徘徊性で明るい場所を嫌うからね。電気を消さなければ活動が鈍り、刺される可能性をぐっと減らせるわ。かゆくなる害虫は他にもいるから、一概にトコジラミが原因とは言えないんだけど、外出先から帰ってきて、かゆくなったり違和感を覚えたら疑ってみるのも大事よ。ってことは、僕の体がかゆいのも。別に赤みもないし、血粉も見つからないわね。かゆい時の症状一覧をスマホで調べてみたけど、他に思い当たる節はないかしら？この中だと一番近そうなものは。は、もしかしてこれじゃない？そうとなったら今すぐお医者さんに相談しに行かなきゃ。これは、ムズムズ足症候群のページ。あのおまんじゅう体型の一体どこに足があるのかしら。